西純子26歳日本競泳陣最年長選手である。2000年シドニー女子 200m メドレーリレー日本を銅メダルに導いた立役者が大西だった。メダル獲得を確実視されていたこの種目で前半まさかの失速。第三泳者の大西に5位で引き継がれた。日本3人目は大西純子。最初はどうしようと思ってたんですけど、まあどうしようもこうしようも泳ぐしかないんで。最年長の底力が日本のピンチを救った。大西は順位を上げ3位で最終泳者源に引き継いだ。そして大西頑張った。3位に上がった。体半分のリードをつけた。飛び込んだアンカーアメリカはトーレス。日本源澄香飛び込んだ。残り 5m。 さあどっちだ、源か岡本か。3位日本銅メダル。ちょっと緊張して初めてこんなに緊張したんですごい怖かったんですけど、でもみんなが頑張ってくれたんで良かったと思います。大西純子26歳、頼れる日本女子のキャプテンが今日個人種目でのメダル獲得に挑む。